リオデジャネイロ五輪競泳競技の初日、最初の決勝種目で歓喜の瞬間はいきなり訪れた。男子 400m 個人メドレー決勝、世界ランキング1位で乗り込んだ萩野公介と世界水泳選手権2連覇の瀬戸大也の2人のワンツーフィニッシュに期待がかかったこのレース。大舞台でも萩野は冷静さを失わなかった。前半を予選よりも早い1分57秒73でターン。瀬戸は少し抑え気味なのか、予選よりも1秒以上遅れる1分59秒19で折り返す。平泳ぎになっても萩野のスピードに衰えは見えない。追いすがる瀬戸と予選1位通過のチェイス・カリシュアメリカを身体一つ引き離して最後の自由形へ。後半に強いカリシュが追いかけてくるが、350m をターンしてからターボがかかったかのようにキックが入る。最後はどこか勝利の喜びに浸るような雰囲気でタッチ。4分06秒05で金メダルを獲得。3年前に自身が出した日本記録を1秒56上回る最高の記録で最高の結果を手にして雄たけびを上げる。まさに萩野の作戦勝ちだった。以前の日本記録の時は得意の背泳ぎのラップタイムが1分00秒99。しかし今回の背泳ぎは1分02秒16。これが意味するところは、得意な種目だからこそここで効果的に力を温存できたのである。その結果後半だけで1秒98も自己記録を伸ばしている。大舞台でも冷静に自分の思い通りのレースを展開した萩野は、幾度となくチャレンジしながらもその度に瀬戸というライバルに阻まれてきた世界チャンピオンの座をようやく勝ち取った。最後競っていたので最後までキックを打って踏ん張りました。本当に勝ててよかったです。本当にいろいろあったけど、平井コーチにメダルをかけてあげたい一心で泳ぎました萩野公介。瀬戸はちょっと疲れちゃいましたと苦笑いを浮かべる。4分09秒71と予選から記録を落としてしまったが、初五輪の舞台で堂々の銅メダルを獲得。1956年メルボルン五輪以来となる日本人のダブル表彰台が実現した。素直な気持ちを言えばめちゃくちゃ悔しいです。最高峰の舞台で最高のライバルたちと勝負して、そこでまだ自分は甘いんだと教えられました。 200m バタフライもありますし、次も頑張ります瀬戸大也。この勢いは日本チームに波紋のように広がっていく。 100m バタフライ準決勝では16歳の池江璃花子が予選で出した日本記録をさらに更新する57秒05の3位で決勝に進出。予選は前半から飛び出して後半にバテてしまいましたので、準決勝は前半を少し抑えて後半は全力でいくというプランを立てて、その通りに泳げました池江璃花子。池江と同じく準決勝に臨んだ星夏実は決勝には進めなかったものの、58秒03の自己ベストを更新し、得意とする 200m バタフライにつながる好結果を残す。日本が誇る平泳ぎの伝統を引き継ぐ古関康弘は予選で北島康介の日本記録にあと0秒01まで迫る好記録をマーク。準決勝では少し記録を落とすが、全体の4位で決勝に進出。全員にメダルのチャンスがある。自分もそこに食い込みたいと明日の決勝に向けてメダル獲得に意欲満々だ。センターポールに日の丸を。4年前に果たせなかったスローガンを早くも達成したトビウオジャパン。しかし気が緩むような気配はない。期待された選手が期待された結果を残し、若手は力強い泳ぎで勢いをつける日本記録を連発した。最高のスタートダッシュを切ったトビウオジャパンの快進撃はまだ始まったばかりだ。